取ろう。お前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだ。ゾルトラーク、お前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだ。ゾルトラーク、あなたの魂と肉体は惚れる。お前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだ。ゾルトラーク、己に勝つ。さすれば見る。お前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだ。それが私の役目なの。でもお前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだ。ゾルトラーク、これが私の役目なの。でもお前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだ。これが私の役目なの。でもまあいいよね。新キャラフリーレンの使ってみたまとめ。ダメージボール転送壁ブロックの3ギミックに対応し、天魔の古城空中庭園第2の園で活躍。ウォールブーストで直接攻撃も強力。不可思議以来2体目となるトライデントスパイラルレイを所持。威力にも注目。スピードとパワーがアップ&停止後にゾルトラークを放つオリジナルエッセンスは壁エッセンスターン短縮で早めに使用可能。できるかな。動揺はない。撃てる。ゾルトラーク、動揺はない。撃てる。ゾルトラーク、涅槃へと導かん。動揺はない。撃てる。ゾルトラーク、歪みが解消されていく。動揺はない。撃てる。ゾルトラーク、メギドの戦い終わっちゃった。君たちの勝利だね。新キャラフェルンの使ってみたまとめ。重力バリア、ダメージウォール、地雷、ブロックの4ギミックに対応でき、様々なステージで活躍できる。砲撃型威力の超強ワンウェイレーザー EL とランページウォールボムの威力は必見。停止後に最初に触れた敵にゾルトラークを放つオリジナルエッセンスは演出にも注目。
化したら優勝だ。落ちても構わない。信じられないの？お母さんの言うことが信じられないの？俺はまだ立っている。三点撃！器としては優秀だ。落ちても構わないのだよ。俺はまだ立っている。三段撃！そう、悪なき欲求に身を任せるんだ。信じるかは。俺はまだ立っている。三点撃！そう、悪なき欲求に身を任せるんだ。俺はまだ立っている。三点撃！そう、悪なき欲求に身を任せるんだ。信じるか。新キャラシタルクの使ってみたまとめ。ダメージウォール、ワープ、減速壁の3ギミックに対応し、天魔の古城試練の魔第8の魔で活躍できる。貴重な調教ラウンドスパークとフェロートライアングルボムを所持。誘発がしやすい点も優秀。停止後に最初に触れた敵を先天撃で攻撃する強力なオリジナル SS は、魔族キラー M と底力の効果でさらなる威力が期待できる。ガチャ激獣神祭早々のフリーレンは4月6日土曜日12時から期間限定で開催です。お楽しみに。